のオープニングからつっちゃうぞイエーイ連想クイズ連想クイズ、はい、今回は私がクイズを出題します。はい、お願いします。はい、まず一つ目、はい、キーワードね。そう、うん、ピンク。ピンク、はい。二つ目、うん、白。白。三つ目、緑。え、待って待って、なんでなんで三色あるの。え、ピンク、白、緑。そう。オッケー、分かった、考えとく。はい、うん、ということで、はい、この後ね、また、うん、答え合わせはエンディングで行いたいと思います。はい、それでは始めていきましょう。せーの、花巻コーチ。皆さん、こんばんは。花谷真希です。小森ゆりです。始まりました、花巻こもち。うん、この番組は同年代の新人声優である私たち2人がサークル気分で趣味や娯楽を楽しむ雰囲気をお届けしていきます。はい、今回から見る人も大丈夫です。いつから見始めても押し始めたら子さんということで、ぜひぜひ最後までお付き合いください。はい、ね、ちょっとね、うん、今日ね、小森プレゼントがあるの。何ですか。襟を編んできました。あ、すごい。すごい。そう、あのさ、初回放送の時に、うん、私がさ、今全然つけてないんだけどさ、今日どうしたの。今日さ、コモ、うん、の襟をね、ずっと考えてたら自分の襟忘れてきちゃった。だから全然違う襟をつけてるんだけど、私がつけてた襟をね。そうそうそう、今日はコモの襟を編んできたんです。すごい。ここにね、猫ちゃんがついてて。上手だね、かわいい。そうそう、猫ちゃんと、うん、肉球がついてるの。本当だ。で、コモをイメージして、うんうん、ちょっとピンク寄りの紫で、ね、すごい可愛い。もう年中使えるようにレースで編みました。へえ、すごい、嬉しい。襟このまま渡すのすごいね。つけてくれる。え、いいの。え、いいんですか。いいんですか。いいですよ。え、そ、後ろ向いた方がいいかな。そうだね。よいしょ。わわ、ここでね、蝶結びできる。やって。失礼します。よいしょよいしょ。どうかな。お、こんな感じ。わー、どう。すごい。 え、めっちゃかわいい。やったやった。かわいいね。はい、ということで、小前のプレゼントでした。ありがとう。うん、お揃い。めっちゃ嬉しい。そうそうそう、次はお揃いしようね。次は私もつけてくれ。もうコモに、コモに渡すんだって思って来て、うんうん、全部忘れてきたから。ありがとう。いえいえ、めっちゃ嬉しい。かわいい。喜んでもらえてよかった。はい、ということで、今月は6月ですね。6月になりましたけども、うん、6月、あっという間だ。6月はトラウトサーモンの旬の季節だそうですよ。へえー、そうなんだ、うん、知らなかった。サーモン好きだけど、6月とは知らなかった、うん、知らなかった、うんうん、まあ確かにね。そうそうそう、夏だもんね。しかも、うん、何？今日6月6日、うん、6日じゃない、6月4日は語呂合わせから、かつて子供たちを虜にした虫キングの日だそうです。うん、虫キング知ってる？あのカブトムシみたいな。そうね、確かに私もあんまり詳しくは知らないけど、うん、なんて言うんだろう、あれなんかイメージ画像っていうのかな、うん、なんか二重みたいなのってカブトムシだよね。そうだよね、確かに強そうなね。ゲームセンターとかに置いてあるやつだよね。うんうんうん、そう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 、うんうん、で、おしゃれ魔女ラブ&ベリーっていうのもショッピングモールのゲームコーナーで、うんうん、その虫キングとラブ&ベリーが二大巨頭として言われたアートゲ…あ、え？アーケードゲームらしいですよ。そうなんだ。そうそうそう、男の子と女の子といえばって感じ。そうだね、虫とおしゃれなわけですけども、懐かしい名前だけど、うん、やったことないな。そう、私もやったことないの。うん、そうそうそう、という感じで今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。うん、はい、ところで冒頭のオープニングからつっちゃうぞですが、うん、はい、番組の開幕から最後まで興味を持ってもらうために、うん、毎回何かしらをやっていきます。はい、今回は私が出題する連想ゲームです。うん、答え合わせはエンディングで行います。はい、なんでしょう ねなんかもう 3つ全部3色ある。そう、全部色っていうね。でも連想ゲームだから、うん、連想したら分かるよ。うん、
もうその色で結構もうヒントになってる、うん、なってるなってる。オッケー、分かった。ちょっと考えておきます、はい、それでは花巻こもち最後までよろしくお願いします。花巻こもち。改めましてこんばんは、花谷巻です。こもりゆりです。はい、ということでですね、うん、私の花谷巻のすこやかゲーミングクラブが開始されました、うん、ありがとうございます。見ていただけましたでしょうか。アーカイブもねあると思いますので、うんうんうん、ぜひぜひご覧ください、うん、そう、第1回目にね、うん、あのコールオブデューティーっていうゲームをプレイしたの、うん、私大好きなんだけどこのゲーム。そうだよね、知ってる、うんうん、知ってる知ってる。お、やったことはない。やったことあるよ。本当に、うん、あ、モバイルの方やったことあるって聞いたことあるかも。スマホゲームはできるので、うんうん、そっちでやってたね。そうなんだ、うん、じゃあちょっと一回ねあのゲストとかで来てもらって打ち合いするのも楽しいかもよ。あのね、的に当てるのが下手くそで、ほうほうほう、なんか適当にぶっ放してるんだよねそしてすでに発表されておりますが、うん、7月の27日に開催されるセカンドショット2024新番組コラボイベントサマーに乾夏音さんの出演が決定いたしました。おめでとうございます。ということはさくらちゃんの番組の相方、うん、ということですか ね、ちょっと気になりますが、私さ、乾、ね、さんとお会いするの初めて。あ、そうなんだ。そうそう、会ったことは会ったことない。あ、私もそう、会ったことあるみたいですあ、そうなんだ私も初めて。初めてだよね、うんうん、そうそう、だからさ、一緒に初めまして、一緒に行こうね。そうだね、一緒に、うん、その3人で今までイベントやってたから。そうだよね、もっと賑やかになるよ、うんうんうん、そう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 。でね、噂によるとマッサージが得意なんだって、乾さん。マッサージ？そう、噂によるとっていうか、すごいあのホームページ見に行ったんだけどそうなんだ。そうそう、マッサージが得意って書いてあった。へえ。そう、だからさ、ツボとか教えてもらいたいな。いいね。ね、いいね、うんうん、ということでぜひぜひ7月の合同イベント遊びに来てください。楽しみ。ではメールアドレスお願いします。はい、うん、番組ではメールをお待ちしています、うん、メールアドレスは花こも .secondshot.jp です、はい、感想、ふつおたなど何でも結構ですので気軽に送ってください。よろしくお願いします、はい、お願いします。花巻こもちみんなで〇〇活動。番組のコンセプトであるサークル活動を私たち2人で定期的に行い、その報告をしていくコーナーです、はい、そして視聴者の皆さんにも私たちと同じ活動をしていただいて、サークルの輪を広げていきたいと思っております、うん、はい、ということで、うん、今日は皆さんからの報告活動を、うん、逆だった皆さんからの活動報告をご紹介するターンです。待ってましたよ。今回はおすすめの餃子、うん、サーモンの写真を撮るという活動テーマで番組 X で募集しました。はい、うん、はい、ではもう ね、 もうね、今から美味しそうな画像が映るので、いっぱいあります。お腹があのすごく空いてる人は注意ですよ。ではご紹介していきましょう。はい、ラジオネーム白目さん、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。花こもにある、ユニークなサーモン料理を紹介したいです。ほう、発祥地はよくわかりませんが、海外で人気のサーモンヌードルです。サーモンヌードル、うん、ただ麺の上にサーモンがトッピングされている普通のものだと面白くないかもしれないですね。ほう、サーモンヌードルはサーモンの刺身を太麺の形に切って、つゆのタレにつけて食べる料理です。え、サーモンをヌードルにしちゃうの？サーモンが麺ってこと？そうだそうだね。すごいね。え、すごっ。タレの作り方はいろいろらしいですが、うん、韓国ではつゆ、唐辛子、ニンニク、レモン、玉ねぎで作ります。すごい、いろんな味が、うんうんうん、何？これだね。すごい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 。サーモンだ。サーモンのヒレさえあれば作りやすいので、花こももお家なのでよく一度やってみるのはいかがですか、うん、すごーすごい。そうそう、皆さんも映ってると思いますが、本当に麺みたいね。でもこれさ、あれだよね、ASMRとかでさ、うん、よく細長いサーモン食べてる人いるじゃん。見たことない、うん、ない。なんか細長いサーモン並べてわさびとかマヨネーズとかいろいろかけて食べるっていう ASMR があって、そういうの多分ぐるぐるに巻いて
盛り付けぐるぐるに巻いて盛り付けて盛り付けたやつがサーモンヌードル。でもさ、夏ほんと良さそうじゃない？いや、美味しそう、ね、いいな、そうめんとかの代わりにサーモンね、いいね。あ、スネキ、2人でこういうリスナーから紹介された料理を作る企画とかも面白そうですね、だって。クッキングだ、そう、うちの子もはお料理が得意なので作っちゃいますよ。あの、私は食べる専門でいきたいと思いますけどいいんだよ、くまちゃんも作って、うん、その中あの才能を見せつけて料理下手なのも才能だよって言ってた下手って言ってないよ、違う、だって見たことないからまだ。そうだね、そう、どんなものかちょっと見たいな、うん、怖い、頑張るよ、うん、お料理勝負とかもね、したいね。いや、それ勝ちにいってるじゃない、それはでもそうそうそう、あの、私も結構大雑把だから、うん、そう、練習して上達するタイプだから、うんうん、多分あの1回目のものとかは全然、うん、そこら辺の人と同じくらいのものだと思うそこでも、コモの料理は私食べてみたいな。そっか、食べたことないよね、手料理食べたい、うんうん、ぜひぜひ、ね、その企画があったら食べさせてください。ありがとうございました。ね、ラジオネーム、はい、八幡寺さんからいただきました、ありがとうございます。花谷さん、小森さん、こんばんは。こんばんは。僕が紹介したいのは、花谷さんの地元、うん、神戸市に店を構えるひょうたんさんの餃子です。美味しそう。このお店はなんとメニューが餃子だけという超ストイックな餃子専門店。少し小ぶりな餃子は皮はもちっと弾力があり、いくらでも食べられます。また神戸では定番の味噌だれはやみつきになる美味しさで、暑い季節にはビールが最高に合います。花谷さん、次に神戸に帰ってきた際には一度足を運んでみてはいかがでしょうか。わっ、おいしそう。舐めてもらっちゃ困りますわ。食べたことある？食べたことある？もう大好き、私、うん、ひょうたんさんの餃子大好きで、そう、赤味噌 だよね、赤味、うん、味噌だれか、味噌だれで食べるの、このへー、おいしそう。そう、本当に美味しくてさ、うん、私、餃子とウーロン茶、ウーロン茶も瓶で出てくるの。瓶で？そうそう、それがまたさ、うん、味があって美味しいんだよね。そうそうそう、大好きです。また行きたいな。はい、続いてラジオネーム、ややさんからいただきました、ありがとうございます。ややさん、ありがとうございます。鮭餃子があると聞きつけて、え、鮭餃子そう、中国家庭料理、うん、大連さんに行ってきました、うん、焼き餃子と蒸し餃子を食べましたが、どちらも一口食べると溢れる肉汁、もちもち肉汁、肉汁で、肉汁、肉汁そうそう、もちもちな皮、そして広がるサーモンの香りが絶品でした。他にも水餃子、スープ餃子もあるらしいので、ぜひ食べ比べしてみてくださいということです。ありがとうございます。ありがとうございます。え、サーモンと餃子あるんだ。サーモンと餃子あったね。サーモンじゃないか、シャッキー、前回だっけの放送でさ、餃子とサーモン合体させたらいいんじゃないのみたいな話もね、言ってたけど、そうそう、言ってたけど、存在するんだ。あります、そうそう。見して見して、餃子の中にあの、うん、鮭というかね、そうそうそう、食べたい、入ってますね。わ、なんかさ、餃子食べてるけどカロリーなさそう、うん、いや、あるよにね、うん、私たち花子ももそうだよね、そう忘れてたでしょそう、私たち花子もも先日そうサーモン王国を築いてきました。作ってきましたよ、はい、寿司はこちらですということで、そう、はい、コモと一緒に回転寿司に行ってきたんですよ、うん、そう、ちょっとね、そうサーモンを食べに行こうということで、はい、初めて行ったの、その回転寿司屋さん。そうそうそう、なんだっけ、トリトンっていう、あの北海道で有名な、そう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 、よく番組で見るやつ。そう、もう本当に美味しそうでさ、一回行ってみたいねっていうことで二人で行ったんですけど、見事にコモはサーモンしか頼まず、そう、え、やっぱ稲荷も頼んだ稲荷とサーモンと餅、そう、揚げ餅も食べた、そう、売ってたの、すごいんだよ。なんかお店に入ってさ、タッチパネル式なんですよ最近はね。そうそうそう、すごいの、もう一目散にサーモンですサンって、そう、しかもなんかシャリ少なめとかいろいろあるじゃないですか、一、うんうん、つのネタっていうか、そのメニューをシャリあるバージョンとお刺身バージョンで食べるんですよすごいんだよね。そう、だってシャリなしができるんだからさ、そうそうそう、サーモンだけでも食べれるって思って、ずっとサーモン食べてて、うん、でもわさび欲しいって言って、そう、さっきも言ったけどそのわさびをね、単体で頼むの、すごいいっぱい食べるなぁ、サーモンって思ってみてた。わさびって単体で食べ…売ってない？売ってる、売ってる、売ってるよ売ってる、だけど、そ
そうそうそう、そういうことね。確かにわさびだけ食べてた。挟んであるというか、ついてるじゃん。うんうんうん。それのプラスしてやっぱりわさびを感じたい派なんだね。そうだね。うん。そうそうそう。私はさ、あ、もうサーモン王国なんだと思って、サーモンも食べてたけど、私一番好きなのネギトロなの。ね、言ってたよね。そう、だからネギトロ軍とサーモン軍がいて。うんうん。ネギトロなんかいっぱい食べてたよね。そう、ネギトロずっと食べてた。二人とも好きなものいっぱい食べちゃうからね。うん、そうそうそう。なので、あの、私たちもね、一緒に活動してきましたよ。はい、そうなんです。その後にね、なんか雑貨とか見たり、お洋服見たり、プラプラしてね。そう、プラプラお散歩したりしていました。楽しかった。うん、楽しかったです。またね、参加していただけると嬉しいです。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。そして次回の〇〇活動は、はい、同じ映画を見るということで。映画だ。その映画と言いますと、はい、帰ってきた危ないデカを見るです。わーい。渋ー。渋いね。最近ね、公開されてるやつで。そうそうそう、もう新作も新作ですからね。危ないデカ知ってる人も多いんじゃないかな。なんかね、すごく有名だけど、私もコモも見たことがなくって。そうなんです。そうそうそう、あの、舘ひろしさんが出てるっていうのは知ってるの。そう、ワンレンボディコン舘ひろしっていうのは知ってるの。そうそうそう。だけど見たことがないから、新しい発見もできるんじゃないかな。ねえ、ね、確かに。はなちゃん好きそうかも。え、本当に。うんうんうん。じゃあちょっと危ないデカをね、見て、そのスクリーンの写真とかは絶対ダメですよ。そうですよ。盗撮は絶対ダメなんですけど、うん、その危ないデカを見て、何か、そうですね、一緒にポップコーンを食べましたよとか、うんうん、そのチケットとか ね、写真撮ったりして、その皆さんが楽しんでいる雰囲気を共有していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上、みんなで〇〇活動でした。花巻こもち。では続いてのコーナー、輝けエアオーディション。この時間が来ましたよ。来ました。このホラー企画、はい、ホラーだったこれ。ホラーですよ。オーディションはね、何回受けてもね、ちょっと私はずっと緊張して慣れないんですが、うん、でも場数が大事ですから。そう、そうそうそう。だからこの花こもでブーストをね、つけていこうかなと。ということで、はい、今回は私が審査員役で、こもちが受験生役をやっていきます。頑張ります。新人の私たちが様々な可能性を模索し、うん、架空のオーディションごっこを繰り広げていきたいと思います。はい、では準備はよろしいでしょうか。頑張ります。では、うん、よーい、スタート。ただいまから舞台モチークッターとノビルの子ヒロインオーディションを始めます。では一番の方どうぞ。失礼します。コンコン、ガチャ。はい、では名前をお願いします。はい、廃墟から来ました、小森ゆりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお座りください。失礼します。はい、ちょっとこれから質疑応答をさせていただきたいと思いますので。はい、はい、では、あの、最初にですね、あの、応募の動機というものを聞かせていただけますか。はい、私は内気な性格なので、こう、なんとか自分を変えたいなって思って、このオーディションを応募しました。なるほど、内気な自分を変えたいと。はい、うんうんうん。でね、あの、このオーディション、舞台モチークッターとノビルの子なんですが、はい、もちろん知ってるとは思いますが、どんなストーリーなのかちょっと説明していただけますか。はい、もうもちろん原作からちゃんと読み込んできました。 ありがとうございます。はい、あれですよね、引きこもりのモッチーがノビルの子と出会って冒険していくファンタジーですよね。そうですね。うんうんうん。違いました。そうそう、うん、全然全然。そうですよね。うん、なんかすごい読んでくれてるんだね。はい、ありがとう。しっかり読み込んできました。ありがとう、ありがとう。じゃあヒロインのハーマイモッチーになっていただくんですけれども、はい、その得意な呪文を一回、みんなの前で言っていただければと思います。あ、杖も持参していただいてありがとうございます。じゃあちょっとお立ちになっていただいて、はい、呪文を、私にかけるか、まあ、皆さんにかけましょうかね。皆さんに、この審査員の目をしている皆さんに。わいっぱいいる審査員。わ、そうだな。じゃあ、パンってするので、
はい、やっていただけますか。よーい、お餅のびーろはい、ありがとうございます。お座りください。お座りください。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、宿敵餅デモートと魔法で対決するクライマックスシーンもあるんですけど、その時のちょっと呪文といいますか、はい、その必殺技といいますか、はい、はい、何かあれば、もうヒロインなんで自分のありのままを出して、ありのままを、はい、呪文を、はい、もう一回立っていただけますか。はい、はい、どちらですか、これは。そうですね、真ん中の、真ん中ですか、審査員の目、こちらですか、ご覧ください。こっちです。こちらですか。はい。はい、では行きますよ。きます。よーい、アクション。餅だけ食べろ。なるほど。強制的に餅を食べさせる呪文ということですかね。ちょっと、はい、こちらもあまり餅なんだっけ、ハーマイン餅の。はい、その細かい設定はまだ決めかねていて、そのヒロインに合わせていこうかなと思っているので、それは、はい、お餅を強制的に食べさせる呪文って感じですかね。そうですね、餅だけ食べろっていう、うん、なるほど、ちょっと怖いですね。では宿敵餅デモートと魔法で対決するクライマックスシーンを今やったのか。今はい、やりました今。はい、はい、ではイメージソングもね、私歌っていただこうと思っているんですけれども、はい、全然大丈夫ですよ、怖がらないでください。話が出てるんですよ、はい、イメージソングを歌っていただこうっていう、その作曲もお願いするかもしれないんですけど、はい、曲名ってちょっと今パッと思い浮かんだりしますか。曲名ですか、うん、はい、お、じゃ教えていただけますか。はい、磯辺餅は美味しい。なるほど、そのまだメロディーとか決まってないですよね。まだ決まってないんです。これからじゃあちょっとこれから一緒に練っていくという感じですね。わ、はい、かりました。ではまあ結果はね追ってご連絡しますので、じゃあ今日はオーディション以上となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お送りしてきました花巻こもち第3回エンディングのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。普通歌や感想質問など何でも嬉しいです。メールアドレスは花こも@secondshot.jp です。たくさんのお便りお待ちしております。お待ちしております。募集中なのはですね、一人でどこまでできるや何をしている私たちの姿が見たいなど、うんうん、そして挨拶やラジオネーム的なものも、ね、まだ決まってないから、いつでも募集しておりますので、うん、ぜひぜひお送りください。はい、そしてですね、この番組はですね、2本撮りではなく1本撮りということ で、 で鮮度が大事な番組です。そう、鮮度を、ね、大切にしていますので、うん、ぜひぜひメールもお早めに送っていただけると嬉しいです。新鮮な状態でね、そうそう、感想とかもね、うんうん、待っておりますので、はい、お願いします。お願いします。はい、私たちからのお知らせです。はい、はい、私花谷はですね、うん、セカショゲーム部にて花谷真希の健やかゲーミングクラブがスタートいたしました。アーカイブもありますので、ぜひぜひご覧ください。うん、そして6月の9日所沢さくらタウンジャパンパビリオンホール B にて開催されるスタイルキューブオフィシャルファンクラブスタイルパーティー会員限定イベントスタイルパーティーファンミーティングボリューム1に出演いたします。うん、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、はい、続いて私が、うん、7月6日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 科学技術館サイエンスホールにて開催されるセカンドショット夏パ2024、うん、トークとゲームとカラオケと水廃墟に出演させていただきます。うん、はい、チャンネル会員限定最速先行抽選チケットが受け付けが明日6月5日23時59分までとなっておりますので、うもうすぐじゃない、締め切り、はい、うん、お願いします。続いて、7月28日、築地本願寺
心願寺ブディストホール、ブディストホールにて開催される中澤美奈のゲーム始めたて番組イベント、2024サマーにゲスト出演させていただきます、うん、こちらもぜひチェックしてください。お願いします。お待ちしています。はい、はい、続いて番組からのお知らせです、うん、7月27日土曜日築地ブディストホールにて新番組コラボイベントサマーを開催します。はい、出演は花谷真希、小森ゆり、春日さくら、乾夏音となっております、うん、現在ニコニコ動画セカンドショットチャンネル会員限定で最速選考抽選受付中です、うん、締め切りは明日6月5日、うん、水曜日23時59分、神々23時59分までですのでどうぞお忘れなく、うん、明日の23時59分までです。ぜひぜひ私たちに会いに来てください。はい、はい、そしてこの番組は隔週火曜日配信です。はい、次回の放送は YouTube とニコニコ動画セカンドショットチャンネルにて6月の18日火曜日23時からお送りします。はい、ということで言えました。できましたよ。おめでとうございます。よく言えました。よく言えました。よくできましたねえ、そうそうそう、あのコラボイベントもね、4人になって初のイベントですから、ね、イベントがいっぱいだ。そうそうそう、めちゃくちゃ楽しみです。楽しみです、うん。あ、そうだ、うん、そう、さてね、さてさて、そうそう、さてさて、最後にお待ちかねの、そう、番組のオープニングで言いました、こもち連想クイズの答え合わせをします。はい、は、なんだったっけ、3つのキーワード。そう、1つ目がピンク、2つ目が白、うん、3つ目が緑でした。全部色、全部色なの。なんだと思う？え、そのさ、うん、私がちょっと、うん、なこれかなって思ったのは、うんうん、お花なんじゃないかなっていう、うんうん、あれがあったの、うんうんうん、ピンクと白しかないってことなのかな、うん、え、だったらチューリップとかじゃないもんね。うん、違うよ。あー、よかった、今日は泳がせないんだねそう、初回放送でさ、全然答え合ってたのに答え…いや、だってあの時は一発で当てられちゃったから、うん、もっと広げなきゃって思って、うんうん、そう、泳がせてたんだよね。他にはって聞いただけでそうそう、そんななんかいつも意地悪しないでしょないよ、今日は、うん、じゃあ、当てないとね。そうそうそう、なんでしょうか。なんだろう、わかりますか。ピンクと白、え、お花っていうの合ってる？合ってない。あ、あれ、ピンクと白と緑？でもね、本当にピンク、白、緑って感じ。ピンク、白、緑だよ。わかった？三色団子！正解！これでわかった。そう、ピンク、白、緑の私の好きなものといえば、でも信号近くない？信号ってピンクと白と緑？うん、なんかこうやってなんか、三色だね、うん、それそう、正解は三色団子でした。難しい。でも確かにピンク白緑だ。そう、うん、前回さ、花ちゃんが色で攻めてきたから、うん、ちょっと私も色で出してみようかなって思って。なるほどね、こんなに難しかったんだね。そう、色って。でも意外とそのままだよね。うん、確かに。それ以外にあんまり言えないかも、逆に。そうね。さあ、この後はニコニコ動画セカンドショットチャンネル会員の皆様にアフタートークと前回の完全版アーカイブが公開されます、うん、前回のね、完全版アーカイブもボリューミーだったみたいで、うん、私たち50分喋ってるんだって。また、うん、2回目も。そう、ずっとね、時間を忘れて喋り続けておりますけど、うん、今回どうなんだろうねそう、今回もさ、きっと言ってるんだよ。言ってるかな。そう、もう突破してるよね、多分。もうどんどん長くしていこう更新していく更新していこう。じゃあぜひ完全版の方で本編見てください、はい、お願いします。番組支援の意味も含めて、うん、何卒よろしくお願いいたしま す, しいします。はい、アフタートークではですね、うん、なんと〇〇活動のあのテーマである、うん、帰ってきた危ないデカ勉強会を開催したいと思っておりますので、はい、アフタートークもぜひぜひ見に来てください。はい、はい、ということで、ではそれでは花巻小餅、お相手は花谷真希と小森ゆりでした。またね。